なんちゃってチンジャオロースです。ピーマンの代わりにニラ使います。もう見るからにお肉がプリプリでしょ。ここからじゃあ回し入れる。ほらツヤツヤ。調味料これだけです。はい、皆さんこんにちは。日本橋ゆかり3代目の野中奇妙です。今日はね、皆さんがよく知ってる中華のねお料理なんですけど、和食の料理人が考えたらどうなるかと。チンジャオロースってどういう料理か皆さん知ってますね。ピーマンを切って種取ってこう細く切った青い野菜をこう細く切ったのをチンジャオロースと言いますけど、今日はピーマンじゃないです。ピーマンの代わりニラ使います。千切りしないで本当にポンポンと千切りに見立てたなんちゃってチンジャオロースです。調味料これだけです。じゃあね、早速ね作っていきたいと思います。今日なんちゃってなんでピーマンの代わりにニラ、今ちょうど旬なんで白菜でね、よく皆さんタケノコ入れますけどね、生姜、豚バラスライスです。あとはね、調味料、白だし、ごま油、片栗粉、これだけです、ね、いきなりね豚肉切ってしまうとねまな板汚れてしまいますから、洗い物をなるべく少なくしたいんで、まずは野菜から切っていきます。まずは半分に、つば、今日ねすごい量多いですよ。生姜、これでだいたい 60g ぐらいありますね。だいたいこのぐらいの一かけぐらいです。皮を剥いても剥かなくても大丈夫です。きれいに洗っていただければ。ポイントはね、なるべく薄くまずはスライスします。皆さんがよく知ってるタケノコの代わりに今日は生姜を入れると。でなぜも生姜を入れるかっていうのは、香味野菜なんで香りもいいし、あとは一番は体をね温めてくれます。でこんなにね、多分生姜を食べる機会ないと思いますけど、これ一回作ったらね多分ハマりますよ、はい。まあ、スライスしたら横にします。そうしたら次千切り、あとね、包丁の持ち方、こうじゃないですよ。こう指添えてください。次、千切りしていきます。はい、はい、はい、はい。はい、次のポイントです。白菜です。今日ね、だいたい2枚ぐらいですね。はい。よく見ていただくと、ここの軸か、厚いですよね。葉っぱの方、薄いですね。どうするかって、切り分けてあげる。ね、こういうふうに。同じ野菜ですけど色、香り、食感が違いますから、だったら切り分けてあげる。このね、芯の方、こうなってます。ひっくり返します。そうしたらね、はい、指を必ず添えてくださいよ。引くイメージは、そうですね、2、3ミリかな。ほーほら、こんな細くなった。あのピーマンの代わりの食感ですね。はい、そうしたら長いんで、はい、まずは3等分に切ります。で先ほどの生姜もさりげなく切りましたけど、ほら長さ一緒です、ね、一寸だいたい3センチぐらいなんですね。なぜかって僕らの口がだいたい3センチぐらいなんです。食べやすさ、見た目、あと火の入りを一定にするために全部計算されてます。料理って漢字皆さんよく分解してください。理を測る、ね、論理的ロジカルにできてます。なのでそういうのをね理解すると料理も理解しやすくなるし、美味しくできます。いかに簡単に美味しく作るか、効率よく。だから今日も見た目はチンジャオロースみたいなんだけど、なんちゃってと、でも美味しいよねと。はい、って言ってる間にちょっと先ちょっと切ります。ここだけちょっと捨てます。でこれもさっきと同じですね。だいたい3センチぐらいに切り揃える。はい、今日はニラ、1パック、白菜2枚、生姜がだいたい 60g ぐらい。はい、で最後に豚肉登場です。豚バラスライス、または、切り落としてもいいですよ。ロースだとね硬くなります。必ず豚は脂がうまいんで、僕のおすすめはこの豚バラか切り落としがおすすめ。縮むとことを計算して1センチぐらい、このぐらいに切って今から炒めると、縮んだ時に全ての食材が一定になります。はい、準備はここまで。そうしたら普通、チンジャオロースどう作ります？熱したフライパンに油を入れてジューって炒めますよね。そうするとどうなるか、肉硬くなります。なぜかというと豚肉タンパク質の塊なんで、僕らの体もそうです、卵もそうですけど、熱いところに入れたらキュッと締まります。なんでどうするか、はい、まだ火のついてないフライパン、ここにお肉入れます。まだ火ついてないですよ。はい、ここにですね、味付けを皆さんしたくなる方多いですけど、味付けしない。ここで何をするか、
はい、片栗粉パラ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 大さじ1杯。このね、粉もったいないですが、こういうのもちゃんとね、こうやって綺麗に最後のね、持って、ほら、ここでまだ火ついてないところで片栗粉とお肉をこう絡める。もう計算してます。今日この後白菜入れますよね。白菜ちょっと水っぽいんで、白菜から水分が出るんで、そういうのも全部逆算してるんで、今日は白だしだけです。水も入れないんです、薄めない。はい、準備はこれだけです。はい、まだ火ついてないですよね、もちろん。そうしたら、はい、IH 今日油も引かない、火は中火よりちょっと強め、ガスでしたらフライパン火が強いと流れますので、中火でいいです。ゆっくり火を入れることによってお肉柔らかく仕上がります。はい、豚が、はい、大体見てください、大体はい半分ぐらい火が入ってきました。ほら、そうしたらですね、次何入れるか、はい、香味野菜の生姜を入れてください。で、見てください、豚肉から油が出てきて、この生姜と一緒に豚の油で炒まって、実はですね、この生姜がちょっと透明になってきます。料理ってね、皆さん五感でね、覚えてくださいね。食材が合図します。もういいよとか、まだ早いよって。はい、見てください、豚が今8割ぐらいまで火入りました。ほら、まだピンクでしょ。で、だん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 ゆっくり火が入って、ちょっと火強いかな、はい、中火にします。今ちょうど中火、はい、中火。もう見るからにお肉がプリプリでしょ。生姜がほらしんなりしてきたのと、色がちょっとほら透明感になってきました。で、あと香りが出てきます。そうしたら、はい、次の食材入れてもいいよっていう合図です。で、次のポイントです。はい、次白菜の白い方入れます。中火のままこう炒めて、ここで白菜の芯が透明になったら次の野菜を全部入れます。はい、こんな感じです。ほら、ね、ちょっと透明になってきましたね、芯が。そうしたら、はい、次入れていいよっていう合図です。はい、もうスピード勝負から、じゃあ、はい、今日のメインの白だしを回し入れる。水もいらない、もう白だしだけ。今水分入れたおかげで蒸気でね、蒸し焼きみたいな感じですね。ほら、しっとりほらしてきた。最後にごま油ですよ。なぜかというと香りが飛んでしまいますので、最後にごま油をたっぷり入れて、もったいないから、こう、はい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 、こうやって、はい、で、見てください、ほらツヤツヤ、なんちゃってチンジャオロースの完成です。さっと、よいしょ、ほい、はい、最後にね、追いがつおがおすすめです。なんちゃってチンジャオロースの完成です。